ドラマには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中からお酒にまつわるドラマをお送りします。ぜひお楽しみください。ああ、もう阿部ちゃん。あ、すみません、私としたことが。あ、珍しいじゃん、いつも冷静沈着なクールビューティー阿部ちゃんがカッカするなんてさ。どうかしたの？ちょっと堀内さん、聞いてくださいよ。聞くからさ、とりあえず座ったら。あ、そうですね。で、どこのどいつが感情をめったに見せない阿部ちゃんを激高させたんだい？奥田ですよ、奥田。奥田、奥田ってあの9月にうちの部署にやってきた女の子の？そうですよ、あのかまとと女ですよ。阿部ちゃん、ちょっと声でかいって聞こえちゃうよ。いいんです、聞こえるように言ってるんですから。ストップストップストップ、阿部ちゃん、わかったわかったから一旦落ち着こうな。すみません。よし、今日終わったら日暮らしで一杯やろう。そこで話は聞くから、ここは矛を収めようぜな。わかりました、ありがとうございます。ああ、でも今日は金曜定時帰りの阿部ちゃんの日じゃん。彼氏と約束あるんじゃないの？いいんです、今日は今すぐキャンセルしますから。ああ、そう、そう。なんか彼氏に申し訳ないな。大丈夫です、その代わり定時には出ましょう、待ちきれません。わかった、わかったよ。今日は絡み酒になりそうだな。堀内さん、何か言いました？あ、いやいや、何も。阿部ちゃんはうちの営業部でも指折りの切れ者だ。頭の回転は速い、仕事もよくできるし美人と来ている。ただ素っ気なし、色気なし、花なしと残念な三拍子が揃っていることでも有名だ。いつもは感情を荒げることなどなく淡々と仕事をこなす彼女だが、どうやら今日は後輩の奥田という女の子に腹を立てているようだ。しかもかなり。女同士のいざこざは感情論に走る傾向があるから面倒なんだけど、上司として部下のガス抜きをさせてやるのも仕事のうちだから、まあしょうがない。いらっしゃい。あら、堀内さん。どうも、おかみさん、二人なんですけど。どうぞどうぞ、あちらのテーブルでいいですか？ええ。あ、じゃあ僕とりあえず生でお願いします。はいよ。阿部ちゃんもビールでいい？焼酎のお湯割りください。そちらのお嬢さんは焼酎お湯割りね。はいよ。行くねー。飲まなきゃやってられませんよ。そっか。あ、おかみさん、あとおでんをお任せで二人分いいですか？おでん盛り合わせね。はいよ。さてと、じゃあ阿部ちゃんの話を聞こうか。なんかすみません、時間取ってもらって。いいんだよ、たまにはね、部下とのノミニケーションも大事だろ。はい、生ビールと焼酎のお湯割りお待ち。ありがとうございます。さあ、じゃあ阿部ちゃん、とりあえず乾杯しよう。お疲れ様。お疲れ様です。たー、で、奥田ちゃんがどうしたの？奥田ちゃんとか言うのやめてくれません？ちゃんとか。悪い悪い、奥田ね、奥田。つうかさ、阿部ちゃん焼酎飲むペースじゃないぜ、その飲み方は。いいんですよ、それより奥田ですよ、奥田、あのかまととバカ女。かまととバカ女って、そりゃちょっと言い過ぎじゃないかい？だって本当のことなんだからしょうがないでしょ。あ、はい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 。そのかまととバカ女の奥田がどうしたって？あいつ9月に営業部に来たじゃないですか。で、私部長に奥田の面倒を見るように言われたんですよ、女子少ないからって。ああ、まあな、うちの部は女性少ないもんな。だからそこら辺を吉名に取り計らってやってくれと。ええ、まあそういうことなんですよ、指導も含めてですけどね。営業に来るってことはそれなりに適性があるってことだろ？それが違うんですよ、あいつはですね、自分では何もできないんですよ。それを周りの男性社員に色目使って媚び売って代わりにやってもらってるんですよ。もうクズなんですよ、あの女。なるほどね。まあ愛想の良さそうな子だなとは思ってたけど、かまとと女ってそういうことなんだ。私が奥田に仕事を振るじゃないですか、そしたらあいつ
私が割とスパルタで突き放すもんだから、別の先輩に猫なで声で泣きついて手伝ってもらうんですよ。で、自分は何もしないで後ろでペロッと舌出して、もう腹立って腹立って、私に助けを求めてくるならまだしもですよ。ああ、それはまあ、ひどいな。でしょ？結果私が奥田じゃなくて、私より年上の社員に仕事振ってるみたいになるじゃないですか。それはあまりにも忍びないから、奥田に仕事振るのやめて、面倒だけど自分でやるようにしたんですよ。はあ、それで仕事量も増えてストレスを溜め込んでると、そういうわけか。なのに、あいつはそんなことお構いなしで、仕事がなくて暇だから、今日も定時で上がって合コンなんですとか言ってるの耳にしちゃって、私、もうぶん殴ってやろうかと思いましたよ。そういうことか。安倍ちゃんの気持ち、よーくわかるよ。まあでも、そういうやつってどこにでもいるしさ。振り回されるだけ損だよ。安倍ちゃんは何でもかんでも自分で抱え込みすぎなんだよ。仕事ができる人間は、得てしてそういうところがあるんだけどね。いいんだよ。自分が振った仕事を奥田が他の人にやってもらおうと、安倍ちゃんは何も気にすることないんだから。色仕掛けに参ってる奴らに、奥田の面倒ごと見てもらえばいいんだよ。そしたら安倍ちゃんも楽になるだろ？何でもかんでも自分でやらないでさ、人に任せちゃえばいいんだって。人に任せて、か。そうですよね。なんかちょっとすっきりしたかも。堀内さん、ありがとうございます。礼には及ばんよ。その代わり今日は安倍ちゃんのおごりな。やだ堀内さん、私今日財布忘れてきちゃった。お前もその口かい。